お時間になりましたので次のセッションに移りたいと思います続いては今年の JBF のスピンオフプログラムナレッジキャンプについて事務局のタイと川原田そして見ても株式会社代表の澤田哲也さんのセッションです今とこれからを生き抜く知恵の共有の場ナレッジキャンプの歩みをテーマに話していただきますそれではよろしくお願いいたしますはい皆さんこんにちはこんにちははいこちら JBF のタイと川原田 となります <laughs> はいえーとまあ、今回の,そのジャパンブランドフェスティバルのスピンオフプログラムナレッジキャンプについて、えー、とちょっと,、えー、と皆様と共有できればなと思っておりまして、えーとまあ、先ほど司会さんが紹介したように、えー、と今とこれからを乗り越える、えー、と場というようなことで今回去年の10月から、えー、とオンラインで全部6回の勉強会を実施してきたのでこの、えー、とオンラインで行われた知恵の共有の場で一体どんなものかとかについて、えー、と皆さんとお話しできれば なと思っていますす、えっと、早速なんですけどナレッジキャンプという、えっと、あのタイトルというか、えっと、ネーミングの方について、まあえっと、JBF、まあの方も皆様今ご覧されているように赤い丸がいっぱい飾れている状態なんですけどこの JBF の3月のイベントまでに来る前にこの赤い丸になるというような、えっと、モチーフを意味していてこういう、えっと、あのちょっと、えっと、鮮やかな色の丸と黄色,の黄色いのいる 黄色い色の丸が合成していて1つ赤い丸になるというような意味でナレッジキャンプのこういうビジュアルのデザインがされております。名前も直球的な 感じで、慣れジのキャンプというようなことで、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、概念的な話とか、まあ、事業者さんとしてとか、えっ、ー、と、ものづくりとして、えっ、ー、と、こういうようなことをやらなきゃいけないよ、みたいなことを教えるのではなくて、えっ、ー、と、実際に、こういう、まあ、あの、今のこの厳しい状況の中に、どのような知識があって、どのようなネットワークがあったら、えっ、ー、と、乗り越えていけるかとか、のことについて、えっ、ー、と、あの、いろんな事業者さんと一緒に、この場、この場作りを始まりました。 でえっと、ちょっと概要的な話になりますが、えっと、全6回のオンラインの講座プラスワークの形式でナレッジキャンプを実施してきたとのことで、えっとまあ、ナレッジキャンプというものは、えっと、ちょうど、えっとまあ、皆様は今も、えっと、状態化にされているなんですけどコロナ禍。 の、えっと、影響を受けていて、えっと、こういう全国の中小企業の方は経営、経営に関するこういう危機な課題に直面している状況になっておりまして、で、JBF の方としては何ができるかどうかのことを考え始めて、ナレッジキャンプというプログラムを始まりました。で、えっと、タイトルも、えっと、さっき紹介したように、まあ、タイトルというか、コンセプトに関しては今とこれからを 生き抜く知恵の共有の場となっておりまして、えっとまあ、あのこれからに向けるための知識スケールと、えっと、新しい仲間を一緒に作っていくというような、えっと、考え方から始まったプログラムです。 でえーとまあ、背景としても、えー、と新型コロナウイルスの感染拡大と伴って、えー、と消費税とかニーズの変換に加えて、えーとまあ、まあ皆様普段、えっ、ー、と生活者としてこういうところとか、えー、と実感できるところも多少あるなんですけど、えー、と地域の方とか、えー、と全国のこういう中,小中小事業者の方では相当厳しい状態に向かってますのでこういう状態の中に自分が何かできるかはまず分からない状態で、えー、と相当慌てていって いる事業者さんたちも、えっと、結構いるというようなことで、えっと、今回 JBF の方から全国から、えっと、あのナルシュキャンプの参加事業者を募集していて一緒にこの取り組みを始まったというようなことです。えっと、こういう、えっと、今日までもコロナがまだ完全に消失していないというような状況の中ではこういう地域産業の衰退に対して、えっと、あの全国から20事業者と一緒にこの場作りを始まりました。 でこれからも4日間の JBF のトークイベントでこれらの事業者さんたちも自分の今後の事業計画とかこれまでの事業を改めてブラッシュアップしていて世の中にどういう価値を提供していくかとかのことについて発表していただくことになりますのでこのマップで示しているようにほとんどの都道府県 からの参加者を集まっている状況。まあ、本当に北海道から沖縄までえっと事業者さんが参加してくれて本当に嬉しいな。まあ嬉しいな。というか、まあ、みんなと一緒にこの場でえっと色々まあ。我々もえっと学ぶ川として、えっと一緒にえっとナレシジキャンプに参加できて、えっと嬉しいなと思っております。 でこれは、えっと、最初に事業者さんたちを集まったときにまず、えっとまあ、本番の,その講座を開始する前に、えっと、キックオフで皆さんでオンラインでやっていたというような状況だったんですけどこれ川原田君当時 Zoom 初めての方とかもいらっしゃいましたですねそうですねこれ、Zoom 初めての方もいらっしゃって初めどうやって入室するんですかみたいなメッセージが事務局の方にに届いていたりしたときですね。 はい、そうですね、はい、なんかこんなに、えっと、全国からいろんな方々と Zoom というツールを使って、えっとまあ、あの同じ時間で、えっと、Zoom のルームという空間の中に集まっていてナレッジョンカンプの今後のプログラムの説明も含めて、えっと、まず皆さんお互いの顔をしていくことを目的にしてまずキックオフということを行ってたんですよね。うんでえっと、今回の、まあ、じゃあ 具体的にナレッジキャンプはどういうものを事業者さんに提供するかとか、えー、とどういう形で事業者さんたちを、えー、とまあ今後一緒に事業計画とかを作っていくことに巻き、まあ、込んでいくかとかのことについて、えー、JBF 側は の、えっと、力だけじゃなくて、今回見ても株式会社の、えっと、沢田哲也さんにも、えっと、あの、一緒に、その、あの、参加事業者の分析から、えっと、具体的な講座のカリキュラム設計に入っていたとのことですね。で、えっと、実際に、その、分析のところからも、ま、今回参加する事業者の方も、えっと、業種とかも、ま、あの、現在の、その、商材とか、えっと、商品開発のフェーズとかも、あの、それぞれバラバラの状態になっていますので、えっと、皆様に一律に、えっと。 このような成長経路を強制的に与えることではなくて、えっと、皆さんも、えっとまあどのフェーズにおいてもどんな場面においても、えっと、活用できるようなことを、えっと、皆さんに提供する形で、えっと、今回のカリクューム設計を始めたとのことですね、えっと、こういうビジネスを継続するためのフェーズを、えっとまあ、JBF の方から、えっと、課題発見期成長期牽引期という3つのフェーズに分けていてそれぞれ外的支援と内的支援の両方的な支援 のえっと側面から考えてえ、プログラムの内容を考えてきました。で、こちら右の写真はえっと具体的なプログラムのえっとタイトルとなりまして、文字が読めるかとかわからないなんですけど、全6回の方で最初は自分のえっと企業を分析することから、これから DX における展開はどうしていくかとか、また、えー、といろいろ展開していくことにあたって、えーと、資金はどういうふうに調達していくかとか、あのあのまあ、ちょうどコロナという,あの、はい、という背景の中で、えー、と国とか、えー、と自治体とかもあの補助金とかいっぱい出してきたと思いますので、そういうところの活用の方法からで、また、えー、と今後、えーとまあ、自分自身の整理ができたのあで、そのあの 自社の強みとか課題とかはどういうふうにあの他の人に伝えていくかとかの,その商談テクニックとプレゼンテーションの,あのスキルと、えっと、最後に、えっとまあ、これあの、まあ、あの日本の,その中小企業を振興するための,あのトレンド、まあ、トレンドというか方法論の一つとなっておりましてデザイン経営についてどういうものですかでデザイン経営で,で具体的に自社にどう取り組んでいくかとかのことについて、えっと、講座を行ってで最後に全6回の 講座を通して、で、じゃあ自分たちは今後どうなっていくかとか、どういうことをしていくかとかのことについて、事業者さんの方に整理してもらって、で、えっと、あの、JB、あの、ナリシュキャンプの場で、あの、共有した上で、いろんなその外部ゲスト講師からフィードバックして、で、えっと、あの、あの、どんどんブラッシュアップしていくというような形になってきました。で、えっと、今回のその、まあ、あの、 前のスライドで紹介した全6回のプログラムも、えっと、JBF の方の人から教えていくではなくてそれぞれの専門領域に、えっと、あの知識とか、えっと、経験とか実績とかの持つ方と一緒に事業者さんたちとの講座を、えっと、実施しました。でこれもあの具体的にこういうこういうことがあるよこういうことがあるよというようなことで、えっと、紹介する形ではなくて、えっと、それぞれの方々は、えっとえっと 自身のこういうい中小企業を支援する知識とか経験とかを持っている方ですので彼らが具体的にこういう人だけではなくて企業とやり取りする中で具体的にどういうところの知見とかを持っているかどうかというようなリアルな経験とかをシェアすることができたとのことですね。特に小林信也さんの方でデザインン経営というようよなコンセプトがあって ある中で、えっとまあ、デザイン経営を取り組んでいる方ではなくて、た、え、ぶ、っと、あ,の、まあ、多分あコンセプトがある前に、えっと、自分自身がデザイナーとして、えっと、あの企業の経営に、えっと、取り組んでいてどうあの並走していくかとかのことから、えっと、事業者さんたちからも、えっと、自分が事業あの経営者側として、えっと、どうデザイナーさんと。えっと 中作りのことから経営を巻き込んでいくことまでその付き合い方とかの共有もできたなと思っておりますね。本当にこれらの方々の協力というか参加の中でその実践的な知識とスキルを今回の参加事業者にインプットすることができたなと思っております。はい、で実際にその まあ全部オンラインで実施するというナレッジキャンプの講座なんですけどえっとまああのオンラインツールとか 慣れてない方々も、えっと、いっぱいいらっしゃると思いますので、えっと、具体的にどういう方法でそういう方々とをナルシュキャンプのプログラムに巻き込んでいくかとかのことについても、まあ、事,業あ事務局としての一番の課題になりますので、ここ、特,特に、えっと、川原田の方でえっで、と、工夫したところだと思いますので、えっと、川原田の方からちょっと紹介できればなと思いますね。はい えっと本当に新しいオンラインツールっていうのはこの1年の中でですねいろんなものが登場して授業者の皆さんもですねそれをインプットしなきゃいけないっていうのがナレッジキャンプ始まってすぐの課題でもありましたでまあ皆さんズームは何とか使えてまあ入られてるけどどうやって画面共有をするのだとか まあ他にもですね、あの JBF でまあ使ったのは Zoom 以外にもですね、まあいろんなクラウドのサービスとかも使ったんですけど、まあそういうのをこうえっと事業者の方がですね、ちゃんと使えるようにまあこちらもえナレッジキャンプの会とは別にですね、あのその方々とまあ Zoom でつないで一緒に使い方を覚えていくようなことっていうのを工夫しましたね。参加者が少なかったけどね。あ、そうですね。あそうですね。<laughs> で,でまあこの仲間の意見って書いているまあこの話もあるんですけど、まあ先ほどまあ紹介した 豪華な講師陣からですね、このライチキャンプを行ったんですけど、なかなかこう毎回会に沿ってですね、課題だったりだとか、事後の課題みたいなのを事業者の方には提出していただくんですけど、あまり初めの方はですね、なかなか全て取り組める事業者がいなかったんですよね。で、まあ、毎回のですねアンケート等でなぜ、なんでそういうふうになるのかっていうのをですね、まあ 考えるために、まあ、何回か事務局からです、ね、あの参加事業者の方と、まあ、オンラインでつないで、まあ、面談のような形で、まあ、どういう目的で成り地キャンプ入っていて、まあ、どういうことがしたいですかみたいな話をです、ね、丁寧に聞いていくうちにです、ね、こう知恵の共有の場ということで、まあ、今回成り地キャンプをやってるんですけどあの講師の方からです、ね、こう一方的にこう何か知識をこう与えることではなくて、まあ、参加されている事業者の方々っていうのはその事業者同士 一緒にこう勉強している仲間同士の意見が聞きたいもっと他の参加事業者ってどういうことをされるのか知りたいっていう方が多かったので、まあ、その他の参加の事業者の方を知るきっかけにもなるようにワークの時間をもっと伸ばして。 えと講師だけではなくてこう参加されている事業者の方同士のフィードバックであったりフィードバックしやすくなるようにこうオンラインでの忘年会とかもですねこう実施したりしていきました、まあ、そうしているうちにこう皆さんもなかなかオンラインでのツールの使い方も慣れていあてですね最後のほうになるにつれてこうスムーズにあのーまあ機械の使い方がわからないとかそういうふうにのがないようにスムーズにこう会が進んでいて皆さんもなかなか使いこなせるようになってよかったのかなというふうに思っております。そうですね、はい、本当になんか最初えっと,まあ事務局側としてはえっとゲスト講師 を読んできて。えっと あの、プログラムの内容を設計した上でえ、じゃあ、事業者の方に、えっと、こっちのカリキュラムに参加していただくというような形だったなんですけど、でも途中で気づいてたなんですけど、まあ、あの、まあ、あの、今回のプログラム、まあ、強制的にこの、ここまでの成績を出さなきゃいけないというようなラインは設定しなかったなんですけど、で、あの、JBF としてどう責任をとって、あの、事業者さんの方にきちんと、えっと、講義、講義の内容とかがインプットされるとか、えっと、浸透されることを、 になるしまたえっと事業者同士の方にもえっとどううまくコミュニケーションをとっていくかとかのことについては最初は少しまああの あの甘かったというかえっとうまくできなかったところもあったんですよねでも本当に後半どんどん来ていてまあ事業者さんたちもえっとまあここにも書いているようにワークの時間を多めに取っていてえっとこういう一人が発表していてじゃあ交代して次の方お願いしますとかの形ではなくてえっと事業者さんの間にちゃんとフィードバックし合うというような環境を提供していてあやっと仲間感ができたなみたいな感想は僕なりにはあるなんですけど川畑君は 僕もそう思いますねまあ参加されている事業者の方の中にはこう新しい事業を生み出したい,たいあの新しい一歩を踏み出したいっていう方もいらっしゃいますしまあ中にはもうその一歩を踏み出しているけどもっとこう販路をこう拡大したいだとかもうその踏み込んだ一歩をこう広げていきたい方っていうのもいらっしゃるのでまあそういった方がこう新しい一歩を踏み出したい方にあのこうすればいいよっていうアドバイスが生まれたりしていたのはすごい知恵の共有がされていて、ま。あ 初めに掲げた知恵の教員の場っていうのが実現できていたのかなというふうに思っておりますす、はい、そうですね、えー、とゲスト講師から学ぶ前に、えー、とお互いの事業者から学ぶことはまずあるというようなことは、えーとまあ、どんどん、えーとまあ、中盤から後半に入ったら、えー、とナレッシキャンプでも実現できたことの一つかなと思ってますね。で続いて、えー、とナレッシキャンプ、まあ、JBF 側としてナレッシキャンプやってきて、えー、と気づいたことと。 について、えっと、今回のその、あの、あの、カリキュラムの設計にも、あの、関わっていただ。いただいた、沢田さんと一緒に、えっと、検討できるかなと思っております。沢田さん、今入っておりますね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうですね、えっと、まあ、これも、えっと、ナイスキャンプ終わった後に。沢田さんにも、えっと、いろいろ、その感想とか、気づきとか、お伺い、伺いたときに、こういう。生き抜くための、最も大事なのは。 何で,でしょうかって、えっとまあ、疑問を承知してたんですけどすで、まあまあ、にあのこちらなりの答えが出てきたんですけどこ,ういうこれからを生き抜くのは信念を持つ人というのも、えっとまあ、一番大事なことかなと思っておりましてこちら、澤、えっと、田さんのほうから見て、えっと、今回の参加事業者のほうでちゃんとその信念を持つというか、えっとまあ、ちゃんと生き抜く気持ちになったかとかというようなことに関してどう思っておりますかね。うん、なんか今のそのそ 信念の力みたいなのっていうのは本当に今回のコロナがあって環境が変わった中でえその環境が変わったっていうことをなんか機械と捉えられるのか危機としてなんか割とこう パッシブに受け身にえ走ってしまうのかっていうことを大きく2つに分けたんじゃないかなっていうふうに思っていてで今回そういう意味でいうとこのナレッジキャンプに参加された方々にはあそもそもその意思があったんですよねやっぱりこの環境が変わってもちろん,なんか目前に大きな昇流がなくなってしまったとかあ生産したものがこう流通できなくなったとかまあ大きな課題はあったんだけれどもそれを 変えていいこうではないかとそれをまあローカルからあー発信していこうじゃないかってなんかそんなやっぱ意欲をもともとお持ちだった方々が集まったなとうう思っていてでなんかそういった方々がこのプログラムの中でどんどん,どん,どん,なんか有機的につながりを作っていきつつ知識を生かしつつなんか発信できるようになっていった。 なんでその信念をなんかもっと発信できるようになっていかれたっていうなんかそんな変化があったんじゃないかなと思ってますね、うん、そうですね、本当に、えっとまあ、どんどんあの終盤に入っていてこういう,あのこ,こういうことをやりたいなんですけどどう,どうしたらいいんですかというような問い合わせがめちゃくちゃ増えてきたと思いますのでみんな、どんどんナれシキャンプ参加しながらその成長意欲というか乗り越えていきたいというようなえっと意欲がえっと湧いてきたかなと思ってますね。 はい。続いて、えっ、ー、と、そうですね。まあ、今回、ナルチカンプの中のプログラムにもあるなんですけど、こう、まあ、自分が今後、こうやっていきたいとかのことに関して、えっ、ー、と、まあ、最も大事なのは、その、自分がやりたいことをどう人に伝えていくかとかのところについても大事かなと思っておりまして、うん、まあ、あの、こちらに関してはこ、これからの4日間、えっ、ー、と、ナルチカンプの参加事業者の発表がありますので、そこからみ、みあの、あの、彼らの、 熱意がどういうふうに言語化されていて、皆さんに届いていくかとかのことにもと期待されるところかなと思っております。はい、最後にはこれ、本当に沢田さんがえっとナレッジキンプを最初にキックオフするときにも事業者さんたちに伝えたと思いますが、えっとナレッジキンプという場合はえっと受けるではなくて、みんなちゃんと使っていくというようなことをえっと全員にえっとまあ宣言する形で言ってたと思いますが、これえっと実際にあのまあ。 あのナレーシキャンプ全部終わっていて澤田さんから見て皆さんえっとどう変えていったかとかのことについてもえー、っと伺いたいなと思ってますね。うん、でもなんかこれ本当皆さんすごく意識してくれてましたよね。そうで、ん、思っていて、なんかあの結構五六回を考えると。 いろんな角度からいろんな情報量のインプットがあったと思うんですけどお特に最後5回目から6回目にかけて皆さん自身に自分たちのアクションをステージして取り組み事項を考えていただくっていうフェーズの時に、うん、めちゃくちゃ1回目から5回目に学んだことをしっかり自分たちのなんか活動の方針に落とし込まれているのを見て、うん、なんか本当に皆さんここで得られた 知識とあとはそのネットワークをめちゃくちゃ使ってやろうっていう、うん、なんかそんな意欲が高まっているのを6回目感じて、僕は結構、人知れず感動してたんです、うん、んめちゃくちゃ楽しみだなってそうですね、はい、JBF としてもめちゃくちゃ嬉しいなと思って、本当になんかその,あのクラウドファーニングとかのサービスの使い方とかを紹介したら、実際に利用している事業者さんたちが、うんえっと、ナルシカンプの期間内で出てきて、本当に嬉しいなと思ってますね。や,や,やってよかったねっててかたね よううな感じがしますすねねそで最後に、えーとまあ、これ、えー、とあの視聴者の皆様にも、えー、とこれから、えー、とトークセッションの、えー、おっとだなをいただく事業者さんたちへのメッセージに,になると思いますが、えーとまあ、ナルシュキャンプを経っていて学んできたこととか、えー、と自分で改めて整理したことについては JBF JB の場で改めて広がっていくことを、えー、と期待したいなと思っております。はい 時間ギリギリなんですけど、最後なんですけど、事業者さんたちの事業計画だけ,じゃなだけではなくて、人となりの部分に関しては、こちら、JBF からノートでえっと記事を作成しておりますので、具体的にどういう人がどうこういうことをやっているかとかのことにご興味の持つ方がいらっしゃいましたら、ここの QR コードからえっとご覧になればと思っております。 はい、とっても個性的な人がそうです、ね、いっぱいいらっしゃるぜひとも見てほしい、ね、そうことで,す、ねはい、でこれで、えー、とナレッジキャンプに関するトークセッションが終了したいなと思っておりますはいじゃあ、ありがとうございました。ではあのここからの10分休憩になりまして、えー、と次からそうです、ねえー、とナレッジキャンプの、えー、と事業者の方から、えー、とトークセッションを移りますので次がえっとです、ねえー、と何時だ 半からですね、7時半から17時半からの次のセッションになりますので皆さんあの参加よろしくお願いします。ではありがとうございました